こんにちは、ワールドリエタスです。今日はじゃじゃーん、こちら毎月恒例ビーズアップビューティー定期便を開封したいと思います。はい、もう1ヶ月経っちゃいましたね。あっという間、早かった。開けます。1ヶ月が過ぎるのはあっという間ですね。よいしょ。なんかね、今月はね結構重いんですよ。今月でビーズアップビューティー定期便が1周年ということでね、中身もちょっと期待したいと思います。まず雑誌ね、こちら可愛すぎる、上戸彩様。こちらですね、夏の新色がもう載ってるみたいですよ。こなれ美人、もう美人すぎる、この顔になりたいです。はーい、はい、ということで雑誌は後でじっくりと読ませていただきたいと思います。すごい、めっちゃ入ってる、やばい、すごい。あ、太陽が、え、待って、チラチラ、これ結構入ってません？やばいんですけど、え、やばい、一番やばいの見つけました。じゃじゃん、こちらやっとコスメ系が来たって感じなんですけど、スイーツスイーツパウダリークリームアイブロウ01番ダークブラウン眉積み、クリームからパウダーに変化してふわふわ眉に仕上げるアイブロウ。あ、こんな感じですね。あ、おー、筆になっててこんな感じ。え、濃くないですか？ちょっと濃いめ？ダークブラウンだから結構濃いのかな。ちょっと薄く描けばいけるか。あ、いけるいける。あ、こんな感じだ。ちょっと最初強く押しすぎてしまいましたが、こんな感じでクリームタイプのアイブロウ、これ1本で3つの効果、パウダーアイブロウ、ペンシルアイブロウ、アイブロウマスカラ、ウォータープルーフ、すごい使いやすそうです。色も結構調節できるかなと思います。使うのが楽しみ、これ嬉しい。一周年ありがとう、一周年。これがね、850円ですね。次、こちら、じゃじゃーん、すごい大きい、クナイプのムースボディウォッシュ、ホワイトハイビスカスの香り、なんか高級そう。おいくら前なんだろう、値段出しときますね。ホワイトハイビスカスの香り、これ泡立てなくていいってことですよね。あ、間違えた、これ匂い変えちゃった。あ、南国系の香りだ、幸せすぎる。あ、めっちゃいい、めっちゃいい、めっちゃいい。あ、もうこれ今日から使います、もう Today Tonight からこれ使います。嬉しい、シューってやるからスポンジ使わないでこうやって手でできるっていう感じかな。はあ、はあ、え、良さそう、良さそう。しかも結構大きいですね、結構大きめのサイズですね。いいぞいいぞいいぞ。次、やばい、これじゃじゃーん、ナチュリエスキンコンディショニングジェル、ジェル状美容液。もうこれはね、たくさん見たことがありますね。あの大人気のハトムギ化粧水の保湿ジェルタイプっていうことなんですけれども、これはね、アットコスメのベストコスメアワード2016年上半期第1位を獲得しておりますね。スッと浸透、もちっと潤う。これ使ったことなくって嬉しい。これで900円ですからね、いい感じじゃない。やっぱり今月は豪華なんですね。みずみずしくてしっかり浸透、ベタつかないのにしっとり潤う、優しい処方でたっぷり使える、化粧水の後乳液の前に美容液として使えるっていうことなんだ。おー、ジェルパックとしても使える、だって、うわー、贅沢。だからこんなにたっぷり入ってるんですね。あ、すいません、太陽が眩しすぎて。体にも使えるんだ。ちょっと開けてみてもいいですか。せーの、うん、うわー、プルリンプルリン、やばい、プルプルすぎて、すごーい。ちなみに私は貧乏症なんでね、ここから使います。あ、もうあれだ、夏に使いたいかも。なんかもうみずみずしさが100% っていう感じ。香りはないですね。ちょっと今度これでジェルパックしてみようかなと思います。ドーン、あー、これじゃじゃーん、これはなんかサンプルかな、このラサーナのヘアケアシリーズ。私ラサーナのシャンプーコンディショナーとか結構使ったことあるんですけど、すごい好きなんですよ。なんかしっとりするし、ラサーナの海藻モイストヘアミストモーニングリペア、洗い流さないタイプ。こっちが海藻スムースヘアミルクモイストリペアヘアトリートメント、洗い流さないタイプ、どっちも洗い流さないタイプのミストかミルクかっていうことですね。はぁ、あ、はぁはぁ、こんなのあったんだ。あ、ニューです、新しいシリーズだ。
はあ。こっちは毛先までしっとり滑らかまとまるミスト、こっちは毛先までスルン滑らかまとまるミルク。あ、すごくいい香り。フローラルフルーティーの柔らかな香り。え、これぐらいのサイズのミニサイズヘアケアあったらめっちゃ良くないですか。いいわ、これはいい。通常のサイズはそれぞれ1800円プラス税で売られているそうです。あとはサンプルですね。拭き取り化粧水とこっちがピーリング、2種類のサンプルが入ってました。ということで、さすが1周年ですね。現品はこの3種類が入っていて、こちらのミニサイズとこれの1回分のサンプルが入ってました。え、めっちゃ嬉しい。今回のはもう全部当たりな感じがします。もう毎月これぐらい入ってたらいいのに、本当に。ちょっと来月また期待していきたいと思います。ビーズアップビューティー定期便5月号を開封してみました。皆様は何が入っていましたでしょうか。ぜひコメント欄で教えてください。最後までご覧いただいてありがとうございます。バイバーイ。